はい、こちらなんですけどね、見てわかると思うんですけど、仮面ライダーのね、ディフォルメというか、こう、三頭身にしたやつなんですけど、これおそらくね、ゲームセンターのトルトルキャッチャーでいいんかな、名前の言い方ね。こう、間違ってたらごめんなさいね。こうあったら、こう、機械がね、こう、とやって、こうして、こうやったりとか、あとはね、こう、棒みたいなのがあって、こう、中にいてね、ダッダッ、下げるやつか。こう、ダッ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 と言って、最後までこうしたらポチョンと落ちたりとか、今言ったようにね、逆の下げるタイプもありゃね、こういう風に引っ掛けて、こう、上にコッコッコって言って、なんかこう、ま、ちょっと言い方は悪いと思うんですけど、そういうね、引っ掛ける感じのタイプのやつなんですけど、これね、いいんですよ。可愛いですよ、これ。仮面ライダー好きやったらね、たまらないと思います。はい。でね、これが、ちょっと待ってね、トルトルキャッチャーって書いてあるかな？コンビニ。ごめんなさいね。僕ね、もうちょっと目悪くなってるんで、ここにね、ピントが合いにくいと思うんですけど、コンビニなんたらって書いてるんで、多分そうやったと思います。あれですよ。セブンイレブンとか、ああいうコンビニっていう意味じゃないんですよ。うん。これいいでしょ？かわいいでしょ？で、またね、このバッグのね、表紙にもちゃんとこう、なんていうんですかね。ね、こう、ドバーンみたいなね、こう、わかります？岩陰がこう、爆発して登場してるみたいなね。でも、僕ちょっと思うんですけどね。まあ、それ、もちろんね、そこまでね、どうのこうのっていうのはおかしいんですけど、これね、こっちの横で表現してると思うんですよ、これ。わかります？こうなってるんですけど、商品はね、ほら。こっちの方向になってるでしょ？ってことは、この絵柄ね、こうじゃなくて、こっちに向けてするべきやと思うんですけどね。うん。まあね。うん。こんな感じなんですけど、これね、かわいいでしょう。まあ、かわいいとかいいっていうのはね、毎回私がやってる好きだから、そう思えるだけであってね、好きじゃない人からしたら、うーんなんですけど、ね、仮面ライダー好きな人だったら分かってくれると思います。しかもこれね、ほとんどね、新品に近いって言ってもいい。例えばね、CD で A、B、C ってよく、まあ、それでわかると思うんですけど、A 段階、B 段階、C 段階ね。これね、A に近いです。もうかなり綺麗ですね。備品です。で、これがね、スーパーワン。で、こちらがね、RX。で、こちらがね、多分1号やと思います。うん。で、これがね、ちょっと待ってね、X でしたかね。うん。結構僕ね、仮面ライダー好きと言いつつ、昭和の方はね、ちゃんと見てないんで、ちょっと分かってないんですけど、要はね、仮面ライダーの容姿のキャラクターが好きなんですよ。で、こちらの裏のラインナップが、ちょっとね、見えにくいと思うんですけど、こうなっております。で、今回私がこの2つ紹介したのが、こっちの子と、こうですね、こっちと、ちょっと待ってくださいね、もう1個、あ、こっちですね。要はこっちと右端、この二つですね。を紹介させてもらいました。で、こちらはね、全5種で、今回買えたのがね、なんとこれ二つで、二つっていうかこの一つが50円で買えたんですよ。多分ね、安いって言うと思いますよ。昔売ってた時でも、僕よく売ってるじゃないですか。なんかこう、昔は僕よく安くで買えて、現在は、ちょっと値段が上がってるんですけどね、みたいなこと言うんですけど、間違ってたらごめんなさいね。この仮面ライダーの、こういうタイプのやつってね、昔はそんなに安くなかったんですよ。他のってね、結構なんかまとめて、あ、安くで売られてるっていうのがあったんですけど、間違ってたらごめんなさいね。もう一回言うんですけど、ちょっと口でうまいこと言えないんですけど、このタイプは、変にね、50円以下とか、100円以下はあんまり僕、見たことないです。だいたい平均ね、昔でも100円。で、今でも、まあ、やっぱりね、いいお値段のとこやったら、これ一つね、300円とか500円で売ってるとこあるんですよ。ちょっと300円、500円高いなっていうイメージあるんですけど、こういう仮面ライダーね、探してる人とか、オークションでね、欲しいからこう探してる人やったら、僕が言ってるお値段わかります。あくまで買う側ですよ、お客さんがね。で、僕が言った、これ一つ、この一つに対してね、今回50円で買えたっていうのはね、昔も今も、うわ、安って言うと思います、これ。うん、僕自信があります。あくまでね。うん。で、こちらね、結構ね、こういうシリーズってね、こう、
よくあるじゃないですか、僕が言ってる、これは1900何年代の、やつですね、とか言うけどね、これちょっと何も書いてないですね。結構多いんですよ、これ系って。あ、ごめんなさい、2000年って書いてますね。ごめん。すいません。ここにね、2000年って書いてます。結構ね、書いてないやつ多いんですよ。2000年って考えてもこれあれですよね。もう約18年前ですもんね。ほんで、もうちょっとしたら19に近いでしょ。ってことはもう大げさに言ったらですよ。ものすごい大げさに言ったらこれもう20年前の商品になるんですよ。ねえ、これがね、50円っていうのは安いです。で、僕まだね、オークションで調べてないんですけど、おそらくこれ単体でも、絶対ね、100円で売れると思います。で、ひょっとしたらこれね、200円で売れるかもわかんないです。今回買った50円、新品に近い状態で50円っていうのはね、全然お得です。はい、こんな感じでね、ま、これ、今日買ったわけじゃないんですよ。今年のね、4月ぐらいに買ったやつなんですけど、まあね、こちらも僕がよく言ってるね、何でしたっけ？あ、ナンバーオタロード周辺のところなんですけどね。全然お買い得です。ごめんなさいね。昨日の続きなんですけど、私ね、ちょっと、またね、風邪ひいてしまってね、ものすごい熱冷ましの薬飲んでて、なる人とならない人いるんですけどね、薬に反応してね、ものすごい眠たくなる人いるんですよ。僕もそっちの人でね。僕の友達は一人だけね、全くならへんで、逆に僕みたいに飲んで、眠気が来て寝てね、寝た方が治りやすいじゃないですか。治るかこう回復しやすいから、そういう風になりたいって言ってるんですけど、僕はね、逆に起きときたいんですよね。時間がもったいないんで。羨ましいですね。ま、関係ないちょっと話してしまったんですけど、これね、1個新品に近い状態で50円っていうのはね、絶対安いです。はい、こんな感じのね、小樽ロード周辺にぐるっと回ればね、タイミングよく合えばこういうのもあるっていうね、商品を紹介していきたいと思いますので、ぜひね、私の、動画の内容がいいと思ってくださった方、チャンネル登録よろしくお願いいたします。